はい、リュウニーさんです。今日はですね、3月9日から3月17日までアートファクトリー城南島でね、開催された鉄道模型モジュールレイアウトアワード2024、これをね、紹介していきたいと思います。城南島アートファクトリーでですね、毎年3月に開催されているジオラマのね、公募作品展です。全国から応募されたジオラマ作品がね、レールで一つにつながります。鉄道模型がね、その作品群を駆け抜けます。出品者の年齢もね、小さい子から大人まで様々で、また作品のコンセプトもね、自由であるのがこの展覧会の特徴ですね。グランプリを取ってね、怪獣王の凱旋からコンクリートアパートメントのあった町に続き、諏訪の友人様のお見渡りまでね、この一角はね、個人的に面白いレイアウトだなと思いました。私はですね、去年加藤の鉄道模型コンテストに出品したベルリンの壁をね、手直しして出品してきました。監視塔とね、売店の屋根を改造してあります。また東側にね、トラバントを追加したりしています。細部までね、細かく作り込まれてる作品がとても多くてね、個人的に大変に勉強になりました。また来年も参加したいです。見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。